Paramatch TV。 皆さんこんにちは。 OHK 岡山放送アナウンサーの森下香音です。ここからは OHK アナのクスクスをお送りします。ぜひ最後までご覧ください。はい、今年度はですね、クスクス新しいバージョンになりまして、アナウンサーがフリートークをするというこちらのテーマがつきました。はい、アナトークです。いや、フリートークちょっと不安ですね。新鮮な気持ちですが、今回はトークテーマこちら、新年度を私持ってきました。今日は新年度をテーマにフリートークしていこうかと思います。いや、あっという間にね、新年度もう4月に入って2週目ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は私どうしましょう。じゃあ、ちょうど1年前の入社した時のお話と、あと今年1年の目標について2本立てでちょっとお話ししていこうかなと思います。いや、春になるとね、新年度、1年前をやはり思い出しますね。入社した時ですが、私は4月30日に入社式でして、あ、間違えました、4月3日ですね。4月3日に入社式でして、月曜日からスタートだったので、入社してもういきなり5連勤だったんですね。でも本当にね、大変でしたね。もう急に5連勤で早起きが始まって、毎日決まった時間に出社してこう帰ってきてという日をね、過ごしましたね。で、今年の新入社員の皆さんも4月1日月曜日から入社していきなり5連勤でしたね。大変でしたね。もう本当にお疲れ様でした。2週目も頑張りましょうね。はい、で、私は入社した後は2週間ほどは、研修が本社でありました。で、その後にミルンの方にね、来てアナウンス部に配属されて、アナウンサーの仕事を始めたという感じなんですが、体感的にはアナウンス部に配属されてからのこの今までの時間、今日までの時間が本当に早くって、あっという間にもう2年目、もう信じられないという気持ちですね。はい、でね、やはり一番大変だったのは、その先ほどもお話ししましたが、生活リズムをこう社会人のリズムにしていくっていうのも大変でしたね。大学生の時はやはり最後の方はバイトや卒論書いたりとか、まあ、授業が少し残ってたら大学行ったりとかで、あまりこう規則正しく朝早起きしてという感じではなかったんですよ。なので、それをこう正していくっていうのも大変でしたね。はい、で、昨日一昨日ですね、私お休みだったので家でのんびり過ごしてたんですが、で、天気もすごく良かったので窓を開けてね、過ごしてたんですよ。そしたら春のね、こう風が入ってくるんですよね。で、春の匂いって皆さん分かりますか？ちょっとこうひんやり、風がこう気持ちいいひんやりした感じもありつつ、太陽のこうポカポカした感じもあって、ちょっとこう何ですか、お花のようなね、こう爽やかな匂いもしてくるような、そんな私、春の匂いがすごく好きなんですが、この匂いを嗅ぐと、もう1年前のすごくこの入社したばっかりの時期をすごく思い出してしまって、で、まあね、その何ですか、あまり言いにくいですけど、すごくこう緊張してね、1年目はちょっと嫌なこともあったり辛いこともあったりしたので、その時の当時の気持ちをちょっと思い出してしまって、この土日はちょっとこうセンチメンタルなね、気持ちで過ごしてしまいました。なので、今年入社した新入社員の方々、本当にちょっとこの土日もね、まあ、また月曜日が始まるぞという気持ちで過ごしていた方もいらっしゃるかもしれません。本当にね、もう無理せず頑張っていきましょうね。はい、そして新入社員以外の方も、この4月で新年度始まって生活が大きく変わった方も多いかと思います。会社部署が異動になった方とか、あと何ですかね、お子さんが中学校に入学したとか小学校に入学したとか、こういろんなこう変化が春には多いと思うんですが、本当に大変なことも多いと思いますが、こう2年目の私が言えることではないですが、本当に無理せず一歩一歩一緒に頑張っていきましょうね。本当にもう私も辛いですが、辛い、楽しいんですが、辛いこともありますが、頑張っていきましょう。はい、そして、まあ、次2つ目、今日の今年の目標についてもお話ししていきますね。今年は私、アナウンススキルをこう磨きたいというのが今年度の
目標ですね。改めて磨くというのが今年度の目標です。というのも先日4月1日、それこそ新年度の最初の初日に OHK ライブニュースという夕方の報道番組の中で岡山さくらカーニバルの生中継を担当したんですね。でその大きい中継がその時私人生初めてで、で本当にこう何ですか、構成から演出から考えて一人で下見に行ってとか本当にこう大変な準備を経て、でいろんな方に、ね、こうアドバイスもいただいて相談しながらこう当日を迎えて、なんとか当日も終えることができたんですが、でその経験を通しても本当に私はやはりこうアナウンサーとして生のリアルなその時起こっている状況を自分の感性で自分の言葉で伝えるということをやはりこうアナウンサーとしてもっと磨いていきたいなというふうにこの中継で改めて感じました。でやはり今報道の方にいるので記者としての取材ですとか、あと何ですかね、原稿を書いたりとかいろんなこう仕事が多岐にわたってあるんですが、中でもやはりこう私にしかできないこと、こう今しかできないことというのをこうモットーにやっていきたいと思っているので、生中継を通して自分なりにこう皆さんにこういろんなリアルな状況をお伝えできたらいいなと、情報をお伝えできたらいいなと思っています。やはり中継はそうですね、この間やってみて本当に難しかったんですよね。こう自分が思っているよりも早口になってしまったりとか、こう伝えたい伝えたいの気持ちでたくさんこう情報を盛り込んでしまって、こう改めてこう録画を見返してみると情報量多すぎたなとか、こう本当に反省点がたくさんあるんですが、これに懲りずにね、今年はたくさん上司に提案をして中継をやらせてもらえるように、ここでね、まあ、ある意味宣言ですよね、頑張っていきたいと思います。はい、ということで去年のお話とね今年の目標のお話をしましたが、フリートークちょっと難しいですね。ちょっと新年度についてお伝えしましたがいかがでしたでしょうか。本当に皆さんいろんなこう気持ちで過ごされていると思いますが、こう少しでもこう頑張ろうと思っていただけたら嬉しいなと思います。私も精一杯頑張ります。2年目もどうぞよろしくお願いします。はい、ということで本日はこのあたりでお別れといたしましょうか。ご覧いただきありがとうございました。また次回もご覧ください。バイバイ。